ヤホスクリスです。はい、今回はね、ハイナントカゲモドキがね、今ね、前回お迎えした子が映ってるんですけど、今回はね、この子の初給仕の動画になります。はい、まあね、この子ね、ショップにいた時はコオロギをね、食べてたっていうことだったんで、まあ多分ね、コオロギは食べると思うんですけど、お家にね、あるのがデュビアと冷凍コオロギと人工フードなんでね、いつも通りデュビアから、試していこうと思います。でね、この子ね、名前はね、もう命名して、ドラクエのね、ドラキーっていう子がいるんですけど、その子っぽいね、見た目をしてるんで、見た目っていうか色をしてるんで、ドラっていう名前にしましたね。それではね、見ていきましょう。はい、まあね、こっから餌をあげていくんですけど、まあ、餌はね、デュビアなんですけど、まあ、サイズ的にはね、結構ちっちゃめのね、こうあげます。でね、今からデュビアが出てくるんで、閲覧注意でお願いします。はい、まあね、ご飯あげるときね、ちょっとね、ケースを移したのは、まあこれはね、ちょっとね、この子がね、糞をしてたんで、ケースを洗うっていう意味でも、こっちのケースにね、ちっちゃい、餌用とか、体重測るときに使ってるケースに移してました。さあ。めっちゃ見てますね。まあね、この子ね、結構ね、もともと店舗にいるときも、明るいところでご飯は食べてたみたいだったんで、一応、おー、食べましたね。食いつきはね、結構いいですね。まあね、最初はね、ちょっとね、ちっちゃめのご飯をあげてね、量を何匹かあげるっていう感じであげていこうと思います。やっぱりね、大きい子あげるとね、消化不良とかでね、詰まっちゃうこともあるんでね、ちょっとね、そこら辺をね、ケアして、ちっちゃい子をね、何匹かあげてます。で、今回もね、この動画はちょっとね、今後撮りでね、追加してます。やっぱりね、ベビーの時はまだね、ビビリなんで、音とかにね、結構敏感になっちゃうんで、後撮りにしてますね。まあ、しばらくはこうなるかもしれないです。口に入れたのに離していきましたね。さあ、しっかり食べてますね。でね、お迎え2日目ぐらいから餌あげてるんですけど、一応ね、毎日ね、やっぱりベビーなんでもうあげてるんですけど、まあ、この日含めて、毎日ね、すごいちゃんと食べてくれますね。でね、糞もね、2日に1回ぐらいはしてくれてるんで、まあ、そこそこしてくれてる方だと思います。でね、他にもね、一応ね、冷凍コオロギを見してはあげたんですけど、1回だけ食べてくれたんですけど、1匹食べてその後はね、食べなかったんで、とりあえずね、今は、デュビアをね、ずっとあげようかなと思います。まあね、ストックはね、デュビアはこのサイズだったら家にたくさんあるんで、困ることはないですね。でね、今はね、こんな感じでピンセットであげてるんですけど、シェルターの周りにね、置き餌っていうか、弱らせて置いといてあげてもちゃんと食べてくれますね。まあでもね、ピンセットから食べてくれるんだったら、この方法が一番、まあ何匹食べたかもわかるし、どこ行ったか、その、デュビアがね、逃げ出してないかとか、っていうのもわかるんでね。できるだけね、こんな感じでピンセットからあげようと思います。でね、今回はね、ちょっと少なめだったんですけど、食べる量。いつもね、食べるときはね、本当に10匹ぐらいね、食べますね。結構ご飯食べます。で、今んとこね、糞もね、未消化なことはないんで、すごいね、健康に食べてくれてると思います。まあ、脱皮をしてるかはね、正直もうわからないんで、引きこもってるし、うちのね、西アフの子たちもね、最初の方からもう今もなんですけど、脱皮するときはね、ケージ、シェルターの中でやって、そのまま食べちゃうんでね、脱皮の殻が残ることはないですね。まあ、色が白くなってやっと、まあ、脱皮だなーっていうのがわかるぐらいで、脱皮の殻を残すことはないんで、多分この子もそんな感じなのかなっていう感じですね。でね、ちょっとね、アングルをね、変えて撮ってみたんですけど、やっぱりね、デュビアがね、ちっちゃいんで、ピンセットで掴むのもちょっとね、大変ですね。こんな感じでね、ちゃんと掴まないとね、ピンセットを登ってきちゃうんですよ。
すごいペロペロしてますね、顔周りを。さあ、二度目のチャレンジ。食べるかな。どうだ。お、気づいてはいる。いらないかな。また登ってきてます。なんだなんだ、その反応は。いらないのか。おっと、食べましたね。しっかり食べました。こんな感じでね、結構ね、ちゃんとね食べてくれますね、ご飯は。まあね、ベビーの間はね、ご飯食べるのと糞してくれて成長してくれれば十分なんで、今んとこね、本当にまあいいスタートダッシュは切れたんじゃないかなと、お迎えから思いますね。でね、一応ね、海南島かけもどきね、住んでるとこ海南島っていうところが、温度がね平均すると24度から26度なんですけど、ベビーが生まれる頃、だいたい4月から10月、まあ、5月6月ぐらいに生まれると思うんですけど、野生では。まあ、その4月から10月の間は平均温度がね27度から30度ぐらいになるんで、やっぱりベビーの間はね、少しね暖かくしてあげてね、飼育してあげるのがいいかなと思って、今は28度をねキープして、暖かいところ30度にしてますね。こんな感じでね、最後はね、いらないってやられましたね。まあお迎えした時がこの子ね 4g だったんですけど、一応今2週間ね経ったんですけど、お迎えから、2週間も経ってないな、1週間ちょっとねなんですけど、今ね 6g になってたんで、ちゃんとね 2g 増えてたんで、まあちゃんとお腹にもね溜まってるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、今回はね初めての給餌の動画でした。ちょっとね戻りたがってるんで、この後は戻してあげようと思います。それじゃあね、ぜひね、もしよかったらチャンネル登録、高評価もお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。